今日午前7時45分ごろ鹿沼市峰木町の路上で人が倒れていると近くの人から警察に通報がありました警察が駆けつけたところ60代から70代と見られる女性が右肩が下になる状態で道路の脇で頭から血を流して倒れていました女性は発見されたとき呼吸はあるものの意識は不鮮明な状態だったということでその後 病院に搬送されました現場,は見通しの現場は見通しの良い片側1車線の直線道路で現場には車の破片が残されていたことなどから警察でひき逃げ事件とみて捜査しています。